今日は異色の美しいゲストをお呼びしました。川田東洋クリニックの川田康子先生です。実は康子先生は西部先生の命の恩人だそうです。西部先生が言うには、東洋医学は近代社会の限界をよくわきまえているのみならず、保守思想のエッセンスを体現してくれているとのことです。つまり、この世のありとあらゆる矛盾の中でいかにバランスを保って生きるかという歴史の知恵が東洋医学にたっぷりと含まれているとのことです。どういうお話になるかとっても楽しみです。よくいらしてくださいました。あの浅子さんね、はい、安子先生なんでね、ファーストネームで言うと慣れ慣れしいんですけど、実はご主人がねと一緒に仕事なさってて、はい、僕はご主人の方は川田先生って言ってるもんですから、はい、ご夫人の方はね安子先生って言ってるだけなんですけど、実はね命の恩人っていうのはご主人からかかったんですけど、中国のねこれは病状症状なのかな、多分こんな味じゃなかったかな、だから例こう冷たいね血霊という症状ね、僕の体がおそらく内臓が疲労してブロークンダウン寸前まで行って、この血ってのは逆って意味なんですよ。血がね内臓から逆流して皮膚に吹き出してね、サルメンカジャっていう言葉があるけども狂言の方で全身真っ赤に膨れ上がるの、内臓はね冷え切って、これね3年続いたんですよ。かゆいのものすごい、クレイジーするかなと思った時にこちらの安子先生が3年がかりで助けてくれ、この番組はエバーライフの提供でお送りします。先生の場合は確かに大変な症状だったんですけれども、はい、基本的にすごく体のいい先生で、あ、まあ、私はフィジカルエリートっていう言い方をするんですけれどもそれまで先生ずいぶん怒られるまで何年間か苦しまれたんです。実は西洋医学の悪口になっちゃうんですけどね、皮膚科に行きましたらね、ステロイド、皮膚ですからね、バーッと赤くなるあっという間に治るんですよ。これあっという間にまたさらに悪化して出てくるってことが2回ぐらいあって、うんうん、まあ、働きでもないけどこれは危ないなと思ってた時にある人が紹介してくれて駆け込んでね、はいはい、なんとなくまた看板働きでこれはうまくいくなと思ってそれで本当ありがとうございました。いえいえいえ、ところで安子先生はもともとは西洋の医学の耳鼻科の医者だったんですけど、それからご主人もね西洋の方の産婦人科の先生のはずなんですよ。まあ、ご主人のことまでいいんですけど、先生の場合大まかに言うとどうしてその西洋から東洋へと長い旅をなさったのか、ね、3つあるんですけど、1つがやはり一生懸命臨床をやっておりまして、気がついたら治らない患者さんに囲まれていたと。あ、治らない、ね、それで毎日毎日の臨床の中で治らないっていうことを訴えられることに対して何もできないということがすごくストレスだったってことが一つあります。それから同じ病名で同じような所見の患者さんが手術をしてみると、手術の中の時のその出る出血量とか、うん、その後の状況がかなり違うんですね、うん、なんでこんな同じ病名で同じ所見なのになんでこんなに違うんだろうっていうことがありまして、症状の個人差みたいなことですか。すごく肩やすごく良くなったって方がいれば、
手術した後もなかなか治らない、また無外来に来られて苦しみを訴えるわけです、そういうことをなんか繰り返して、でかなりなんでなのかな、それから大きいのが自分なんですけど、あまり体調が良くなかった、いろいろまああったんですけれど、検査してみても引っかかってこないんですね、で、まあ、正常だということなんですが、自分がこんなに具合が悪いのに、なんで正常なんだろうって自己診断ですそうだって、だからその3つでやはり何か他にないのかしらということで模索している時に東洋医学というものに巡り合ったということで、で、まあ、東洋医学というのも治療法というのは漢方薬と針と灸と、まあ、あんまということ で養生法としてはその食事療法、食生活と、それから精神療法とか運動とか休息ということを言われてるんですね。じゃあ僕は精神療法受けてたら精神療法というのはその4000年ぐらいのかなり東洋医学という歴史があるんですけど、その時代からその精神療法を紐解いてみると、欲を書くなと、だから地位とか名誉とかお金にとらわれちゃいけないよと、もうその時に言っているんですね。それがなんか、あ、人間というのは何千年前からやっぱりなんか同じような歴史を繰り返しているのかなみたいな、なんかそんなのがありましたね。先生の治療を受けて随分経ってから、僕エクササイズ運動しないもんですからね、ちょっと運動しようと思って、我が家がフローリングしかなくてピョンピョン跳ねてたの、うさぎ跳び、突如ね全身頭から肩から神経痛動かなくなって、またね西洋の医者の悪しになっちゃうんだけど、はい、結局整形外科行ったらね、引っ張ったりね伸ばされたり、それでまた先生と駆け込んだの。あ、忘れもしない、我が家からね川田クリニックまでタクシー代2万5千円ぐらいかけてね身動き使う、はい、そう、先生がね僕のね足の筋にポッと張り出した全身キョロッと治っちゃうのね、つまり肩もね首も、もともとそのぴょんぴょん飛んだのが悪かったんでしょうね、フローリングの上で症状としては頭のてっぺんまでおかしくなっちゃうんですよ、とかその足の筋一つで治すというね、なんかそういう全身的な連関で、今の話だと精神にまで連関してるってことなんですよ。だから心身一如ってよく言われるんですけど、本当に心と体っていうのはもうつながってるなっていうのは毎日やっててそう思いますね。あ、4000年前とおっしゃったの。いや、4000年前に紀元前ね、地引きによればね、1500年ぐらい前って書いてあるんですけど、こんな話聞いたことございません、ね、神農道って神、はい、ご存知ですか。本道教ですね、はい、これ実はあれですよね、日本でいうと例の寅さんの敵屋なんかに流れてきた考え方なんですよね、はい、今でいうところの異色同源のね、はいはい、異術と食ね、うんうん、これについて紀元前1500年中国に出てきたね、道教関係でしょうか、ね、そうですね、怪しげっていうか偉大な人がいて、はい、中国はそこから始まって食べ物とね、病気との連関、中国で最初から分かってたみたいですね、この先生怖いのよ。例えば僕ね、今糖尿病なんだけど、そのともかくね、いいやって食っちゃうでしょ、甘いもんね、はい、それで他の理由でね、足が痛いとかなんかで行くとね、顔見てすぐ分かる、1秒で大げさに言うと、あなたは昨夜飴玉を10個食べたでしょ、の調子まんじゅうだったから、まんじゅう10個は無理やね、いや先生なんか昨日甘いものかなんか召し上がらなかったですかって言うんですよ、いや、ああで先生結構とぼけるのが上手やから顔色に出るんですか、甘いものはね、僕の記憶によると、ね、この目の下に出る、うん、私もさっき顔を見ていただいてちょっとドキドキしてここ痛いってことを言ったら慢性ねって、昔ケインズという経済学者がいまして、まあ、どうでもいい人なんですけど、彼がね、経済学者は敗者のようなもんだって言ったんですよ。それで多くの人が間違って、そのセリフだけでね、敗者ってのは向こうで言うと、トゥース・カーペンター大工さんでしょ、そんなもんだって、そうじゃなくて、彼言ったのは歯の症状はね、それこそ食べ物のね、胃とかなんとか全身が結局歯に出てくるってね。だから自分たちは経済問題をこう財政がどうとか金がどうとか言ってるけども、はい、その経済の全身症状ね、全身の状態がこれに出てるんだって意味で言って、
普通で考えればその通りですよね。そうなんですよ。東洋医学では、五臓六腑というのがあって、内臓の変化はその末端に出てくる五感、目とか鼻とか耳とか、そういう口の中とか全部つながってるという、学説というのがありまして、ですからこれは経験で、見てると、やっぱり出てるんですよ。そうするとなんか、これとこれとこれがおかしいなって思って見ると大体で、何かずっと見てきて、先生なんかも先生なんか召し上がったかなっていうのが分かる。それは別に神がかりとか全然そうじゃなくて、きちんと体にそういうものがやっぱり現れるんですね。だから東洋医学では別に血液も取らないし、別にエクセも何も取らないんですけれども、体をある程度その見ることはできるんですね。先生からねヒントを得てね、自分で勝手に、自分の神さんにね、これ頭ね、あさこさんこれなんて言うか知ってる？わかりません。九、お灸の灸、なんか頭と、これは針、こっちの針の頭にこの何、こう小さい細いでしょ、これにね、なんていうかな、お灸をこう団子つけて、でこれでこう火で燃やすの。ここに自分の神さんの体があるでしょ、そしたらこれから火がこう体に通ってね、これを今ね、うちの神さんがんなもんですからね、これまた西洋医学が悪くしなっちゃう、そういう意味じゃないんだけど、西洋医学の大雑把の判断で言うと6年がとこ前ね、統計的に言うとあと半年ってことだったのね。もちろん平均ですからね、なことその医者の責任でも何でもないんだけど、一応ね、半年でも60年でも何でもいいんだけど、やっぱり一応停止ですからね、そうなんですよ。こうやっていろんな人の、参考意見も聞いたりして、これやってこれ熱を入れるんですよね。体を温めるってことは免疫を強くするってことですね。細胞の働きを活発にするんですけど、弱ってる方ほどこの九頭身っていうのはすごく役に立つんですね。ですか。東洋医学っていうのは病名がないんですよ。だから西洋医学的にがんでこうですと言われても、私が患者さんを見るときというのは、その病名にとらわれないで、まず体全体見るんですけど、何かその、ここはもう少し何かしていけば大丈夫だなとかっていうふうな自分なりの、方向性っていうのが出て、マチコさんの場合にはこういう、僕の神さん、ごめんなさい、先生の奥様なんですが、やはりまず温めることによってかなり免疫が上がってくる可能性があるし、だからがんを直接治すというよりも免疫力を上げることによって体のバランスをとって元気にすると、そういう方向でやられたらいかがでしょうかというお話だったんですね。それで僕が、勝手にこれもしも、先生やれとか命令とかって言うと、なんか多分維持法に引っかかるはずなんですよ。僕は勝手にやってるんですけど、それともかくね、あれなのね、あそこそのがんっていうのはもうじき死因の半分ぐらいになるんですって。そうなん、2人に1人ががんなんですよね。でもね、結局あれはね、がん細胞ってのはもともといるらしいのね、体自身ね、それと免疫細胞があるでしょ、これのバランスがあって、免疫細胞が弱くなるとね、がんが繁殖して、で一旦こう成長し始めるとなかなか大変とか、そういうことなんでね、いずれにしても免疫が弱まるからがんが強くなる、逆に言えば免疫を強めればね、がんは殺せないけども抑えられるという、バランスが取れるんじゃないかと思うんですよね。熱で言えば、僕の友達でマダガスカルで10年も暮らしていた、フラフラしていた男がいた、この番組も出てくれたんですけどね、東原さんとしてなんだけど、彼はマダガスカルで3回ぐらいね、マラリアにかかってるんですって。すごい強いところでね、彼はもう絶対自信があるんですよ、自分はがんにはならない。なぜならマラリアで40度超えますからね、マラリア、あれ3回かかって生き延びるってことはね、がん細胞がその40度の熱でほとんど死んでるはずだと、
簡単に言えばそういうことですよね、うん、だから怖いのよ40度あたりはね。結局はがん細胞も死の弱まるけれども、実は人間の生命体自身もね、うん、普通40度は41度になると死んじゃいますからね、あ42度くらいで死ぬのかなと思うけどね、大変なんですよ、うん、ですからそれもあれですね、ギリギリのあれですね、臨界状態で、はい、温めすぎてもダメだしね、やっぱりもちろん冷やせばダメだしという、うん、東洋医学ってかなりバランスなんですよね。だから西洋医学っていうのは悪いところを見ていくのが西洋医学で、もともとがその細胞病理学説というのがあって、細胞の機能異常とか形態異常が病気であるということなんですけど、東洋医学の場合はそうじゃなくてバランスをすごく見るんですね。で、五臓六腑のバランスが整っていることによって体っていうのは維持されていくと。でそれがいろんな無茶苦茶な食生活とか、それから極度なストレスとか、細胞とかウイルスとか、なんかそういう感染とか、そういうふうなことを得た時にやはりバランスを崩して、でそれが結果として病気につながるっていう考え方なんですね。だから病名を大事にしないというか、病名というのはないんですよ。患者さんがおいでになった時にどこに問題があるのかなっていうのを、患者さんの話をしっかり、プロセスが大事なんですね。まずそこにしっかり耳を傾けていって、どういうプロセスでこの方はこういう状況になったのかなっていうのは、私にとってはとてもすごい情報源なんですね。でその情報源を元にして、また今度体を自分なりに見ていくということ でそこで見て、このバランスが崩れてるから、じゃあこの辺を直してみようということで、自分で針とか灸とか、で整体もやるみたいな形でやって、それで直していくんですよね。今難治性って言葉が、昔はあんまり難治性って難治性って難しい、治るのが難しいっていうことで、難治ディフィカルトぐらいのいいんですか。そうなんです。それで難治性の中耳炎とか、難治性が結構つくんですね。でそれはなんでなのかなって考えてみると、多分そこの部分だけを見て、だから耳なら耳、鼻だけ鼻だけ見ていってしまうので、そこをどん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 見てもなかなか治っていかない、たまたまご紹介されておいでになってっていうと、全然見方が違うんですね。だからそうすると、全体見ていくと、あっけないほど治ってしまうっていうのを経験してしまうと、こう見方っていうのはもう本当に西洋医学がいいとか悪いとかっていう問題じゃなくて、みんな漢方薬を使うから東洋医学だとか、ハリキューで東洋医学だっていう考え方なんですが、全然物の見方が違うんですよね。だから全然違うんだっていうことで、ですから当然使うものももちろん結果として違ってくるっていうだけなんですけど、だからそういうふうなことがあって、その見方が違うので、東洋医学で見ると、あ、おかしいなっていうことを直すと結果として良くなるっていうことなんですよね。お世辞じゃなくて川田クリニック見てると同情する時あるの。例えばね、うちのかみさんなんか、安子先生がね、2時間ぐらい、ほぼ月期2時間よ。ところね、女房の弟が北海道で精神科医ですけどね、ある時雑談してたら、ひどい時は1日に100人患者来るって言うんですよ。8時間働いてるのかなんかしないけど、1人5分とかそこらですよね、ポポポッとね。でこちらの先生は一人の患者に2時間、ずっとじゃないけど、僕そんなので小さいこと言うけど、商売が成り立つなって心配になる時が大変ですよね。それ2時間かけたらね、職人的要素がかなり強いので、結局全身治療ですから ね当然時間もかかるんで、でもやはり立ち上げるまでって結構大事なんですね。だから立ち上げるときはやっぱりすごく時間かかるから、今言ってるのはあれですね、患者のあれで、患者さんの治り方なんですけど、それだけしっかり見ていかないと、やはりうちは自費診療ですから、そうするとやっぱりよっぽどこじらせてる方がやっぱ多いんですよ。そうするとどこに突破口があるのかなと思って見ていくことになるので、どうしても時間が最初かかるんですね。でも元気になると週2回が1回でもうどん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 相手が空いて、あとは元気になってさようならという形で。でも病名がないっていうことは全員違うんですね。違うんですね。そうなんです。全体を見るってことですから、病名は西洋医学で例えば膠原病だと言われてきて、神妙な顔しておいでになるんだけれども、私から見るとその病気の根っこの深さっていうのは違うんです、この人は大丈夫だな、割と短時間にどうにかなるなとか、そういうことは分かるんですよね。
でもみんな違うんです。違うんですね、はい、私は今すごく感じるのは、今子供をよく見てるんですね、はい、子供を見るっていうのは何でかっていうと、やっぱり小さい頃のそのボタンの掛け違いっていうんでしょうか。子供はしょっちゅう病気をするんだけれども、うん、はい、その時にただ単に、まあ、その時に薬で抑えられてしまったということで来てしまうと、それがストレスが強く加わった時に、そこでまた大人になってまたそこで再発してくるって方をまんま見るので、子供の時にきちんとできれば、どこに問題があって起こってきてるのかなっていうところで見てあげることによって、ボタンの掛け違いを起こさないで、あの元気に成長されるんじゃないかなっていうのがありまして、今子供さんを見てますけれども、僕なんかもうちょっとね、野蛮な、戦後のすぐですからね、しかも北海道でしょ、僕が重症のこの右足のね、くるぶしの捻挫した時に、親父がどっかの素人療法で温めれば捻挫は治るというんですね。もちろん微妙な時があるみたいですね、冷やして治る時と、はい、初期はの熱がある時は冷やした、ね、お袋が親父の言う通りに温めたんだけど、田舎でしたからね、温めるね、タオルに多分バイキン入ってたんじゃないかな、骨膜炎寸前まで行って、僕まだ覚えてる、自分が高熱をなされて、お袋がこのまま行ったらこの子は死ぬって叫んでる親父と、メンチを張ってもっと温めろって言ってる親父の喧嘩で、結局ね、運ばれてね、足切らずにね、済んだんですけどね、まあなんか今風の掛け違いと昔風のね、ほったらかしの時代の掛け違いもあるんだけどね、先生がタフでよかったです、ね、先生はもう本当にフィジカルエリートでいい体なんですよ。ですから、そういうの普通の育ちが癒やしいって言うんですけどね、から普通の人と違うんですよ、うん、さっきこっそり伺ったんですけど、先生はそのエリートですから、やっぱりちょっとでも悪くなると先生自身が敏感なんですって。先生の場合はちょっと疲れたなとか、そういうのを敏感にキャッチされて、そうするとうちに帰って、あのちょっとこういういろんな音響機とかいろいろ使われてやるんですよって話をした、エリートじゃない、野蛮だからなんか不愉快だなと思って酒場行って、なんか不愉快な客をターゲットにしてバカ野郎っていうことによって直しちゃうっていうのも若干あるんだけど、そんな風な一種のこう全身的な感じっていうのは、西洋の方だってまりっきり分かってないわけじゃないんでしょ、免疫学っていうのは結構ね、随分今出てきてます。あのね、こちらのご主人川田先生のグループって言ったら語弊あるかもしれませんけど、阿保徹さんって免疫学の先生がね、おられて、僕すごくその本何冊かね、あの読ませていただいたんだけども、それはもちろん西洋医学的に免疫のね、細胞だ神経だ血流ってやっていくんですけれども、なんかこう全身的なねこと見通しながらやってる。アメリカでも免疫学発達してるっていうから、少々そういう気配があるんでしょうね。どの程度かしませんけど、総合病院なんかでも若干取り入れてるんでしょ。いや、この間患者さんが、あの、まあ、小さな、5歳の女の子のお母さんが言ってたんですけど、耳の方に滲出性中耳炎っていうのがあって、どうしますかって言ったら、免疫を上げるしか仕方ありませんよって言われたって言うんですよ。だから薬は飲んでてもいいし、西洋のお医者さんがね、だから、あ、西洋医学のお医者さんでももうそうやって免疫を上げなきゃダメですよって、ただ言われたお母さんは、先生免疫を上げるって何をしたらいいですか。そうですね。だから、あ、免疫を上げるっていうのはとりあえずまず生活をリズミカルにして、食べるものに気をつけて、あの夜遅くまでテレビ見てたりじゃなくて、規則正しい生活なんじゃないっていう話をして、私はあの東洋医学やってますから、大体その場合はここに問題があるとかいう形で、こういうとこ気をつけてこの辺やってねっていうことで、でうちは割とあのなんか宿題が出るクリニックなんですよ。どうしてかっていうと、早く治ってほしいので、こちらに来た時だけやるのはもったいない、その他の時間帯を使ってやるともっと早く良くなるというふうな、難しい宿題ですか。いやいや、もう簡単です、もうシンプルです、ただそれもやらない方も結構いるんですが、でも子供さんは真面目ですね、やっぱり子供が要求するそうですよ、お母さんが忘れても。子供ってなんか頭で分かんなくても体でやるでしょうね。すごくあります。なんか自分の免疫が強まることにある快楽を感じるように体ができてるんですよね。そうなんですよ、この間2歳になるちょっと前の女の子が、鼻水がぐじゅぐじゅで、まあ、いろいろあの下痢をしてとかいろいろあったんですよ。でこれはやっぱりちょっと水の取りすぎだよって話をして、まあ、漢方飲んだらって言ったんですよ。そしたら
いや先生まだ子供だから飲めないんじゃないかなとお母さん言うんです、うん、いや意外とね自分の子供はね動物的なところがあっていいものか悪いものかを感覚で分かるから、うん、まずやってみたらいいじゃないって言ったんですね、うん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 、そしたら次の時にお母さんが先生嫌がらないで全然嫌がらないで飲みますって、うん、だからなんか子供って飲む、ね、飲んで楽になるのが分かるんですよ ね、 だからねよくあの療薬は口逃がしと言うけどね、普通に苦いって言うとなんとか嫌な食べ物って意味になるけども、はい、赤ん坊か老人か知らないけどもね、あれ結構あの苦味っていうのも結構料理とかで非常に高等な味ですからね。この番組はエバーライフの提供でお送りしました。次の週もね、はい、今度もうちょっと東洋医学漢方医学とは何ぞやってことをちょっと僕のね、偉そうだけど星論も、少々交えながらちょっと議論してみたいなと思っておりますけど、はい。